金曜夜6時はミュージックトゥモロー、明日の音楽界を担う期待のアーティストを紹介する番組です。MC は、今日もリベリアルのレイと、はい、ゆきとです。はい、今日一夜お休みです。一夜もう今年来ないんかな。そうやね、今年もう終わりなんで、もう冬眠体制に入ってるようなので、はい、もう今年は来ません。はい、で今日のゲストなんですけど もう最近なんかアーティストというかね、もう幅広くいろいろ呼んでるんですけど、今日も、素敵なゲストが来られます。同じくね、金曜日の夜8時からね放送しております浜口レボリューションの MC の浜口和夫さんを今日はゲストでお呼びしました。ではどうぞ。いやー、前にね、以前浜口レボリューションの方にもリベリアルゲストで出させてもらいました。はい、なのでね、ちょっと今日は逆パターンをやってみようという。イエイ。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんね、ちょっと待ってくださいね。はい、少々お待ちください。いや、金曜日にぎやかですね、いつもね。ありがとうございます、ね。はい、ちょっと用意してから。金曜日仲間でございます。はい、初めてしかです、ね、ゲストで呼ばれて、ね、いつも僕ね呼ばれて、そうそうそう、ゲストとか、そうなんですよ。お呼ばれしました、リベリアール。もうね、遡ったらもう5ヶ月前とかだったんですよ。夏でしたね。もうそんななります、ね、もうそんななりますよ。はい、あ、はい、ですか。ということで改めまして、浜口さんです。いやいや、どうも。今日もやりますけど、8時30分から浜口レボリューションで、はい、司会をしております、浜口です。ゲストで迎えられます。ゲストで迎え、いいんか、久しぶりちゃうかな。あ、そうですか。最初の頃はゲスト出て、ゲスト出て、いろんな男出てきてて、もう久しぶりにもうゲスト交流がなくて、全部呼ぶ方で、あ、まあ、ここから出てきて初めてだけどね。こんな感じやねんな、僕いつもこっちでね。ね、いつもね、よくしていただいてありがとうございます、ね。いやいや、どうですか、ありがとうございます。さっきの確か金曜日ないいですよね。いいですよね、金曜日ね。金曜日は本当にこんな感じで明るいというか、なんというか、だから番組的にね、この時間というかすごいいい時間、6時があれやし、そうですね、この後カープさんで、この後で浜口和夫さんで、僕で、はい、浜口和夫さん。その後がね、まだね、すごい社長さんとか、あ、ね、なってるんで、ね、その後はね、もうリベリアルいつも島に帰っちゃうんで、あんま分からないんですけど、ね、いや、あの後盛り上がってますよ、すごい盛り上がります。いいですね、金曜日の夜。いい時間ですよね。フライデーナイト、そうですね。はい、6時だから、ほんまに仕事してる人は5時終わったら早く帰ったらいけるという感じだけど、そうですね、生で見よう思ったらちょっとね、早く帰っていう感じで、ほんで、まあ後からね、帰ってから見よう言う人もいてはると思うんで、6時ぐらいやったら、そうですね、ご飯食べながら、早い人やったらね、はい、ご飯食べながら聞いてある人もいてはるやろうし、はい、今日は誰やろう。え、誰この人、浜口さん知らんわ、はい、とか言って、この後ね、番組されるんでね、この後番組でやってますんで、はい、ね、まずよかったら8時半から生放送なんで、うちらは一応、今回今週39回なんで、まあ39回もあの出ていただいた方も何回かね、こう過去にこう遡ってもらったら出てるのがありますので、はい、あります。かぶりもしてはった時はありましたよね。そんな日もありました。でお二人の出会いも僕が聞いて、いらんこと聞いてしまうので、すみません。いえいえいえ、で、なんでも全然出身地が違うということで、はい、ね、暴露させてないですよ、ね、今日はあのいろいろ、今日はあのゲストなんで、はい。しゃべってしょう。はい、ということで、じゃあね、質問コーナー行きましょうか。なんかもう逆にこっちからいろいろ聞いてしまう。怖いな、なんか素顔を暴こうということで。素顔で、はい、これ嘘はいいんですか。え、まあ結構自由で、自由でね、はい、いいですよ、どっちも、はい、あんな本気だし、はい、はい、じゃあいつも質問担当ゆきとはい、ゆきとから、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあゆったりとね、質問していきたいと思いますけれども、以前ゲストでね、出させてもらった時に、はい、まあそのラジオを、がもともとやりたかったとか、はいはいはい、まあいろんなこと聞いたので、僕自身ね、はい、そうですね、今回ちょっとミュージックトゥモローということで、音楽を中心になんかちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、はいはいはい、なんか好きな音楽とか、注目しているアーティストさんとか、いろいろ。ああ、今ですか、はい。そうですね。最近というか。最近というか、はい、僕はもう太田裕美さんがずっと好きで。ああ、そういえば。一番最初、太田裕美さんのこと言ってましたね。変わらないで、それで、
あのもう太田裕美さんね、あの新曲とか出してなくて終わってあるんですけども、いつでも太田、まあ今でもか、今でも太田裕美さんは好きですね。でも今現在の曲、いろんな曲聴くんですけども、カラオケとかで行ったらね、やっぱりねちょっと合わないというか、なかなか、だからこれといってね、まあ新時代とかアドさんとかね、いろいろあの言われたらあるんですけど、はいはい、今なんていうのかな、あの歌の詞がよくてええなと思うんですけど、タイトルも分からずじまいで流れていってるんで、誰がええとか、まあ、確かに。で昔はザ・ベスト10とか、ザ・トップ10とか、あの、はい、歌手の方が出てる番組、歌番組がひどい、すごいあって、夜の人スタジオとか、かそんなのがあって、その太田裕美さんが出るときに、その他の人が出るから、あ、こんな人でこんな歌歌ってんねんないの分かったけども、太田裕美さんが出へんかったら、もう全然ね、機会がなくて、あとカラオケでいう感じで言うたってどんな人か分からずじまいで、これといってはない。だから今、太田裕美さんで、でもスピードの島袋さんは今でも好きですね。ああ、そうなんですか。スピードのね、島袋さんも入りましたね、当時。当時、島袋さんも好きで、だったですね。今も歌手活動されてるんですかね。今はどうなんかな、あんまり出てこないの分からないんで、結婚されてかどうなってるか知らないんですけど。確か結婚されたと思うんですが、もし間違えたらごめんなさい。俺のパターン、よく間違えたらごめんなさいね。よくあるでしょ、間違えとったね。知らんねんちゅうね。多分そうやと思うんだけどね。はい、いやでも浜口さん、すごいインディーズの方の、まあ、アイドルさんだったりとか、はいはいはい、結構お知り合い多いみたいな感じはするんですけれども、はいはいはい、そのいろんなこうアンテナ張って発掘をされたりとかされてるってことですかね。そうです、一応琵琶湖の方にアンテナ張って違う。琵琶湖の方に違う。実はね、はい、浜口レボリューションの前に今のマドリガルという喫茶店というかあるんですけども、はい、そこで毎週木曜日、はい、各週木曜日か、はい、30分の番組でいうことでずっとゲスト呼んでたところあるんですよね、はい、あ、そうなんですね。でその時のゲストの方も知ってるし、ここでまあ椎名さんもいてあるけども、椎名さんのゲストさんとか、ミクさんのゲストとか、ライブの時にそんな感じで、でツイッターだけで知り合い、まあ、ツイッターだけで、まあ、その後まあ交渉みたいな形でだったりね、それとか違うところで要するに、なんていうか許可取ったりして、でもともと僕は何もしてない頃にライブとかしですけども、会場会でライブする時に、はい、アイドルさん呼ぶ時に注意せなあかんよということを言われまして、で今はもういない、もう5、6年、7、8年前かな、日本バッシュアップで僕その頃、未来さんを応援してて、で未来さん以降ね、はい、今東京行っていないんですけど、未来さんから注意事項があって、はい、アイドルさんは事務所所属の場合は直接言うんじゃなくて事務所を通してくださいね。で個人でやってる方は個人でいいですけども、それを間違えるとえらいことになりますよということがありまして、でそれがずっと何ちゅうのか思ってるんですよ。で僕自身今今やったらメールとかダイレクトメールとかあるんですけども、あの頃はメールとかなかったんで、僕大体直接の電話番号、おだから直接の電話があれば、はい、まあそんな、なんていうかな、聞いてアイドルでね、はい、電話をして、交換するのは交換しますけど、音楽関係以外は一切しない。ああ、そうですよね。ということで、例えば、直接電話番号を知ってたいいところは、まあ、ダイレクトメッセージでもいいんですけども、はい、帰ってくるの遅いでしょう、うん、で電話やったら、例えば今日やったら、はい、来週誰でもう口ちょっと電話しましょうかってブーッと電話して、直接電話して行けますって言ったら、そんなんもできるんだよね。昔はそうやってした。やっぱそれが何ちゅうか広いっちゅうたらおかしいけど、今はゲストさんはもう今もなかなかね難しいっちゅうたらおかしいけども、もう2ヶ月3ヶ月先用意してはるんで、もう今やったら3月ぐらいのゲスト呼んだかともわかんないいう感じで。あ、そうなんですね。ですね。3ヶ月、3月4月ぐらいに今月に言うて。3月 の、その金曜日、うん、第1から第4まで空いてる時ありますって言って、今ちょっとわからないんですというようなお家ですけど、でそれあと大体1週間か2週間後に一応第1から第4好きな時言ってください言って、
でその日女の子お願いしますね8時半からですという感じでそれで決めていくぐらいですね。へー、その時言うてるのはあかんかで言うてくださいねの一言必ずつけて、はい、遠慮せんとと、はい、いう感じ言うたら向こうもまああかんかっても、まあ、浜口さんとまあという感じで言ってくれるから、ね、そこで教えとったら何を言うてるのかとか言ってそんな感じかな。だからみんなゲストそんな感じやってるんですけども、そうですね、やはりその信頼の積み重ねがこう幅広い人脈につながってる。そうそう、その電話でも変な電話絶対したら会う人やし、うんうんうん、そう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 。やっぱ最近はネットが多いですか、そのネットで見つけたりとか。ネットでは見つからないし。あ、そうなんですね。やっぱり自分の足で稼がんと。おお、うんうん、まあそうやね。梅谷さんはね、僕もともとあんたやさん言うことね、ライブ行ってて、はい、でその安田彩さんのライブに梅崎さんが来られて、あ、日本橋のカフェでたまたまライブされてて、はい、で話して、僕姫路出身なんですけど、はいはいはい、その方加古川出身なんですよ。ああ、これ駅統合してそれで今までなってくるんですよ。で梅崎さんもあのフレアラモードと長く10年ぐらい、フレアラモードも10年ぐらい、10年超えるかな。うん、うん、もう今日ゲストいるけど浦田さんもそうなんです。今日のゲスト浦田さんなんですけど、はい、10年以上前からしてて、フレアラモードがゲストを呼んどって、でその時は浦田さんが知ってて、話すのあれなんですけどずっとしてて、長い付き合いでそれは大事にしてるんですけど、うん、まだちょっとね、実はあの安西さんともう一人ちょっと呼びたい人がおって、なかなか呼べない人はいてるんですよ、目標があって。いやでもすごいですその長い、ね、実績が。あってこう長いね、やっぱり何回か一回行ってるから、ね、だから梅谷さんの場合は今度行かないかね、20日またライブ僕行って、はい、その代わりに言っちゃうから来年1月の一番第一週に梅谷さん出ていただきます。おお、そこは言うてからレボリューションでは言いません得ですよで梅谷さんね、あのミュージックトゥモローも第結構最初期の頃に ね何回だったっけ、うん、初期の頃にゲストを出てもらってね、その時はもう味方とかおっしゃいました、はい、他の人にどうだった。僕行った時に、はい、実はあの出られたんですけどもいう感じで、そのファンの人と一緒に見てる時に、うん、どないして見るのって言われたから全部教えました、358のやつで、うーん、レボリューションこなし見んねんで言うて、あほんでその時知らなかったですよ、前の人誰かわからなかった、はい、教えてないからと思いながらスーッと流れてたでも梅谷さんはもっと他も出てはったかもしれんね、うん、今気に入ってるね、まあいいわ、まあいいでしょ、あ、はいはい、ごめんなさい、いいいい。でそのね、応援されてる方の一人でこのみくちゃんね、はい、あの、ね、今日応援してます、今日ライブありまして、はい、ありました、ね、第1部はあのちょっとお伺いしたんですけど行ったんですけれども行ったよね、はい、でも良かったですよみくちゃんごめん、今日行かへんちょっとリベリアルが取っちゃいましたお待たせしました、すいません、いや今日これがあったから行くことでね、ちょっと行けなくて5時半で行けなくて、ありがとう、でちょっと4時があって行けなくて、はい、いやもう1年間行くって言ってたんですよね、ちょっと消えてしまいましたね、うん、あれ何月からやったか忘れたけど、15、16、8ヶ月、今日9ヶ月目ぐらいだな。ああ、そうなんですね。10ヶ月だったから、もうちょっとだから。へえ。まあまあ、もうすぐで1年だったの。こっちの方が言ったらおかしいけど、奪ってしまいました。分かってくれるな。だってゲストで呼ばれて僕も嬉しくてさ。ありがとうございます。言っていただけると。だから来週にしたらよかったんちゃうとか思ったんですけど、まあそれはできないと思って、してね、まあまあ、ずらしちゃいけないけどね、来週もね、来週も面白いですよ、はい、来週ね、そうね、そうですね、来週もね、あの最今年最後のねそうが来週、そう最後の週が5週目なので、うん、来週が最後になるんですけど、だから4週目、もうあそ う, あそう来週が4週目で5週目がない、5週目がないんで、来週がラスト、もう今年ラストになるんですけど、ラストで金曜日も大大盛り上がりなので、金曜日ね、集合しちゃうかな、金曜日ね、ちょっと大集合しちゃうのかもしれないので、レボリューションでね、はい、レボリューション、レボリューションで、ね、実は盛り上がります、はい、大集合しちゃう、金曜日のソースタートメンバーが集まります、はい、ね、そちらも左にも来るかもしれない、ひょっとしたら、そうですね、そのままの流れ、まあ、楽しみに、はい、やりましょう、はい、まあ、詳しくはツイッターとかで、そうだね、はい、はい、告知します、はい、ぜひ登録しておいてください、はい、続いて質問は、はい、質問、そうですね、そろそろお時間、早っ、待って、一個だけ、もう一個、あ、なるほど、なんか、そうですね、な、短めに答えます、
じゃあ今後、の目標というか、やりたいこととか、これはレボリューション100回目指します。おお100回目指してください。すごい、一応2年と1ヶ月で100回になるんで、それまではよろしくお願いします。椎名さん、椎名さんというかここの、間違いなくちょっとご迷惑もかけずに100回達成したいなというのは夢です。素晴らしい。それ一応100回で、まあ、それ以上したいとなと思うんですけども、アシスタント長戸ちゃんとは99までやってください言われてるんですけどね、99歳までね、呼び呼びの杖ついてできるかわからんけど、とりあえず100回までやりたいと、健康に気をつけて。それはそうですね、楽しみにしてます、うん、100回、うん、ゲスト呼ぶときはクロスがね、お互い、はい、そうですね、はい、それは一緒だと思います。まだね、はい、こちらで話しておきます。はい、よろしくお願いします、ね。はい、ということで、じゃあまあでもね、ちょっとここで浜口レボリューションの宣伝と思ったんですけど、なんかちょこちょこ宣伝してたんでもうそうやね、もう十分しましたね。しました。まだ言い残したことないですか？言い残したことは、いや、もうとりあえずまた見てることは結構です。はい、またね、8時半ですよね。そうです、はい、金曜日の8時半、浦田哲也さんです。はい、ね、もう今日なんで、もう今日このままね、チャンネルこのままステイチューンで見ていただいて、はい、生で言うて、浦田哲也さんでまた今度1対1なんですよ。この間長野ちゃんがおったんですけど、今度1対1で根掘り葉掘りってこうかな、根掘り葉掘りまあいろんなこと全く何ていうの、打ち合わせなしなんでね、うん、何喋るかわからないんですけど、はい、ここはなかったですよね、打ち合わせないです、まあ、打ち合わせとかあるかな、はい、昔やってたんですけども、なんか最近打ち合わせしてないですもん結局打ち合わせ通りにならないからもういいやってそうですね、そう、要点だけね、これとこれだけ話してくださいというのあればっていう感じで、はい、それだけ言えばいい、うん、そう、なんでこんな内輪の話をしてるんだろうか、進めてください。はい、じゃあそしたらね、次のコーナーです。はい、次のコーナー行きましょう。はい、はい、ファンも知らない浜口和夫トリビア。あ、えい、はい、はい、トリビアコーナーね、恒例の。今日はね、ライブ映像とかないので、うん、もうそのまま行きます、トリビアコーナーに、うん、はい、そうや、分かっとったら映像するんですけど、はい、我々やけどね打ち合わせしたらあるから、はい、してました。さあ何でしょうか。はい、何、トリビアを発表してください。何、このスタンドをカメラに向けて、はい、向けてください。実は、実は浜口加藤なんですけども、はい、この名前でもやってます。お、新発表じゃん、見えるかな、ミスターガリック参上。恥ずかしいわ、なんだそりゃなんだそれ、はい、ミスターガリックとは、見てもらうが早いから。そうですね、どんな、ここで何をするの、実は歌を歌う、違う、これ BGM が流れたらね、分かりやすい、あれあったよね、ちゃ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 やつですよね、今日ね、なんかないですかって言われて、実は僕手品をちょっと多少やっておりまして、手品でミスターマリックが、その世間的になった時に、自分の名前ミスターガリックっていうのを言ってたから全く無名であれなんですけども、やってましたんで、今日一面でやってくださいということで、はい、もうせっかくなんで、ね、させてもらってよろしいですか。はい、せっかくなんで、19分であと5分ぐらいしかないので、はい、実はトランプ、おお、もうちゃんと持ってきてるんですよね。そこがいい。緊張するわ。そこが。じゃあ、ほんまやりますね。はい。じゃあまず種がないかどうか、普通のトランプかどうか、はい、カードが全部同じとかないか見てください。私が確認してます。はい。はい、大丈夫ですよね。大丈夫です。もう種も仕掛けも。なかなかね、トランプはビークですよ。大きかったらいいんですけどね。はい。普通のトランプです。普通のトランプ。トランプですよ。はい。普通のトランプです。はい、これはね、センターにしたら見えるのかな、この、これでは見られんから、これにしようか。これね。はい。これね。はい。これね、こういう感じ。こういう感じ。おぉ。これの、はい、しっかりとくります。しっかりくって、この辺やっていいかな。はい、ああ、すげえ。慣れてますね。それがね、なかなかね、できないんですよ。緊張すんなじゃあ、一問引いていただきます、はい、どうぞ。じゃあ引き、はい、引きます、はい、それでいいですか。はい、はい、大丈夫です。買います。
いいですよ。この前で。じゃあちょっと画面に向こう、モニターないんで、まあこうしようか。はい、じゃあモニターに。こちらのはい、モニターに見ている方に。はい。よろしいですか。これですね。はい、こんな感じで。視聴者の方に。はい、覚えましたか。はい。はい、OK です。はい、大丈夫です。失礼で、もう5、4時で。はい。では、僕これでストップ言いますので、じゃなくストップを言ってください。はい。そしたら飛びます。はい。ストップ。ここね。はい。そしたら分かるようにここに置いてもらいます。この上に、はい、はい、置きました、はい、もうあとこの一つでこれ、はい、これね、はい、もう間に入っちゃいましたね。振りますね。はい、こうしようかいかな。後から出てくるね、これ面白いね。じゃあ、見つけます。ここから見つけますね。匂いつけていただいたから。匂い匂いはつい匂いで当てる。玉ね、玉ねぎの匂い。あ、わかりやすい。甘い匂いがね。甘い玉ねぎ。甘いのか玉ねぎの匂いは。言ったら名人ね。美味しいですよ。言うんですけども、玉ねぎの匂いは全然しません。さあ、どうなるでしょう。え？入れてない。入れましたよ。入れました。入れました。失敗したかもしれないぞこれ。まさかの生放送で。まさかの。わからないんで。はい。今から食います。はい。これね。さらに。でも食うけども、あ、降りた。ストップ言ってください。僕わからないんで。はい。ストップ。はい。そしたら、この一枚、あ、見えてないな。ごめんなさい。一枚目ね。はい。これ一枚目を置いときます。置いときます。はい。で。2人にそれがあるかどうか見ていただきます。はい、さっきのカードがあるかどうかですね。これね、はい、あればアウトです。僕の負けです。あら。こっちはないです。ないないです。ある、クローバーの11。あれはあたあた、え、これ、これ、これ、うん、ありました。ありました。残念、間違えました。あかー、失敗した。失敗したもないよね。それで当てるという。はい。でもね、さっきあのリハーサルやった時、見事に当てましたよ。ちょっと食いすぎたから。食いすぎたか。またの機会わけでかんだ。はい。またの機会で。失敗する時あるから。はい、またぜひぜひ。もうよ、ガリックじゃなくてがっくりで終わり。うまい。まだね、来年まだ気があったら、ちょっとまた呼んでもらったら。はい、ぜひぜひ。ぜひ、はい、またまた。お願いします。ね、ぜひぜひ。もしあれだったらまたね、ある時やったら、その時チャレンジしようかな。そうですね。はい。来週でももしあれば、ぜひぜひ。はい、ということで。ああ、情けない。惜しかった。止められん、俺。失敗した。ごめんなさいね。はい。ということでね。そうですね。生放送。でもマジックをね。そうですね。もう一回いけたんですけどね。生放送。生放送の。まあでもね、そういうトラブルありきの生放送です。知ってやりました。ちゃうちゅう。はいはい。ごめんなさい。はい。惜しかったね。惜しかった。ごめんなさい。はい。原石で僕です。ということで次ね、はい、レボリューション見てください。レボリューション見てください。この後ですね。この後8時半からあります。はい、ありますので。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ時間もいい感じなので、はい、そろそろ。ぜひね、まだあの手品ちょっとまたやっていきます。ちょっと手品のオファーも。いいね。あのすごい手品師持ってこんといてね。まあ比べたらもうええけど、オファーで、まあこんな感じで。はい。ということでミスターガリック参上ということでした。はい、はい、どうもガリックです。ではね、今日のゲスト濱口さんの番組がこの後8時半から、はい、放送しますので、生放送なんで、はい、このままですよ、このまま、はい、お待ちください、見てください。聞くだけでいいんで、あの読書しながらかも、テレビながらかも、あの筋しながら、そうですね、ご飯食べながらとか、ラジオとか感覚で。はい、お願いします。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、はい、また来週
お楽しみ。来週も めっちゃスペシャルな回になりますので、うん、はい、ぜひぜひ、あの、来週お楽しみにです。はい、ではミュージックトゥモローでした。浜口和夫さんでした。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。